僕が泊まってたホテルはクローズしましたからね。やっぱね、二度と行くかと思いますよ、ね。いやいや、マジで、はい、もう誰でも知ってる、はい、超有名なホテルに僕は泊まってたんです、ずっと。はい、なのに本当にロックダウンしちゃって、はい、緊急事態宣言の時に最初の、はい、ってなりましたよ、ね、お客様ね。もうだって長期滞在してる僕の友達とかも長期滞在とかしてたんだけど、うん、はい、みんな追い出されて、ありえない、ありえないと思って、ありえない、俺ホテルに住んでるのにと思って、ありえない、ありえない、今度はアパに滞在してください。